皆さんおはようございます。早朝から多くの皆様に、この街頭演説の会場にお越しいただきまして、ありがとうございます。選挙戦も今日3日目に入りました。今日久しぶりに、我がふるさと足別に帰ってまいりまして、皆様に今日こうしてお会いをさせていただけること、本当にありがたく、嬉しく思っているところでございます。まずはご参加いただきました皆様に心からの御礼申し上げます。 ありがとうございます。えー、市長さん、そして両道議からも、えー、激励の言葉をかけていただきまして、本当に嬉しくありがたく思っております。私は今回のこの衆議院議員選挙、1枚目の投票用紙、小選挙区にだけ立候補させていただいております。今回も重複立候補なし、背水の陣で選挙戦を臨まさせていただいております。 この3 2市町村、各地域を歩きながら政策を訴え、また地域のそれぞれの課題に取り組んできたことをお話を申し上げながら、ご支援の輪の拡大をお願いをさせていただいているところでございます。まずはじめに国道452号線のお話をさせていただきたいと思います。私はこの452号線の早期開通に向けてこれまで25年間全力で取り組んでまいりました。 歴代の国土交通大臣にもこのことをお願いをし、さっきの赤羽国土交通大臣には、工事の最先端の現場まで来ていただいて、そして予算を拡充するようにと、こういう指示もいただいて、今、工事が着々と進んでいるところでございます。開通しますと、足ベースの中心、この辺から、浅倉空港までは、夏だと35分ぐらいで行けるようになってくる。浅倉間も同じです。 まあそうなってきますと、足別の経済が少し変わってくる可能性が非常に高い。加えて、観光の収入ルート、旭川、足別、富良野、美瑛、こういったものが出来上がってくる、これは本当にビッグチャンスだと思っています。もう全力で取り組んでまいります。もう一つは、足別はもちろん基幹産業、農業、林業でございます。こうした一次産業を発展させると同時に、最大のビッグチャンスは、半導体の部素材、関連企業の誘致です。 私は党の半導体基盤整備プロジェクトの雑長を務めておりまして、すでにラピダスや、あるいは TSMC、熊本に進出したあの半導体の工場です。これらとの幹部とも綿密に今連携を取っておりまして、できれば足別の工業団地に、こうした企業を誘致したい、そう思ってます。北日本正規さん、今朝も行ってまいりました。実は経済産業省の幹部の方に北日本正規さんに行っていただいて驚いたのは、 北日本精機さんが作っているあのベアリングが実は半導体の製造装置にいくつも入っている。だからそういう意味でも関連企業が足別にあるということです。こうした利点を生かして、そして役所の皆さんや経済界の皆さんと一緒になって、この半導体の関連企業を誘致しようじゃありませんか。全力で取り組んでまいります。そしてもう一つ今、 物価が上がっていく中で、どうしても暮らしに大きな影響を与えています。そこでまず、年金だけで暮らしている方々や、所得の少ない方々には、あのコロナの時にお渡しをしたような給付金を、これを出させていただきます。それから、今、電気やガスについて、あるいはガソリンについては国から補助金が入っていて、いく分価格安く抑えています。 でもこれもうそろそろ終わるんです。今終わったら困っちゃいますね。継続をさせていただきたい。それから北海道はこれから冬に向かって灯油をたくさん使います。これ本州の方々にはわからないんですよ、この事情が。余計に我々の暮らしは物価高騰できついです。だからこの灯油の軽減策、これ重点支援地方交付金という国から交付金を各自治体にお渡しをして、 それを使って各自治体で独自の取り組みをしていただく。こういうお金を生み出していきます。すでに総理からは、選挙が終わったら経済対策、補正予算やる。だから、与党にそのプラン作ってくれて内閣かけられてますんで、私は党の、この政務調査会長の代理やってますので、執行部の一人として、このことをしっかりと取り組んでいくことをお誓い申し上げます。必ず実現させていただきます。そして、もう一つのお話を申し上げますと、 あの新型コロナウイルスの感染拡大の時に不思議なものです。そういう時に私は厚生労働副大臣という任をいただきました。不眠不休の仕事っていうのはこういうことなんだなっていうのをつくつくあの時思いました。そしてその中で当時の加藤厚生労働大臣とのいろんな打ち合わせの中で私の大事な仕事はコロナワクチンの海外からの確保になっていったわけでございます。これは なんとかできましたその時にもう一つ、大臣から匿名を受けたのは、子育て支援を強化しなさいということでした。その時にプラン組んだのが今、今年の10月から、いよいよ政策実現しました。この児童手当の拡充です。中学校3年生から高校3年生まで支給対象が広がりました。親の所得制限撤廃しました。子どもに差し上げるんだから、親の所得なんか関係ありませんという指示です。 三人目以上のお子さんには月額三万円、三倍増のこの児童手当を支給することに決定したわけでございます。しかし皆さん、まだまだこんなんで私は満足してません。まだまだこの少査支援はやらなきゃいけない。先進国はもっとすごいですよ。0歳から2歳の幼児教育や保育の無償化はまだできてません、日本は。これは必ずやりきってます。そして子育て支援といえば、 一番大事なのは子育ての環境ですこれは家庭のこともありますけれども多くの今お子さんたちは保育所あるいは幼稚園に通ってますこの保育所の保育士さんや幼稚園の教員の方々この方々こそこの最高のやっぱり子育て支援の環境ですでも賃金が低いんですよ他の業界に比べたら引き上げもそうじゃないでしょうかそれからあのコロナ感染拡大の時に なんとかしのぎていけたのは、マスクもない、あるいはアルコールもない中で、もちろんワクチンなんかないですよ、でも抑えきれたのは、これは医療や介護の現場で働いていただいたエッセンシャルワーカーの方々の命がけの取り組みがあったからでございますす私はそそそのこことを忘れまませんんんでででもも、ね、うういいい業界こそまた賃金が低いんですよだから離職者も多いんです。 これ何とかしなければなりません。まあ、そこで、この医療や介護や保育や教育の現場は、国の公定価格ですから、診療報酬や介護報酬の引き上げに、これは財源見つけてしっかり取り組んでいきます。そうしていかないと、これらの業界の方々の将来はありえませんし、またそのことによって私たちの介護や医療のサービスが滞りなくできるわけで、これらのことをしっかりやってきます。そしてもう一つ。 基幹産業といえば建設土木でございます。今、振り返ってみると、あの民主党政権の時に、コンクリートから人へといって、公共事業の予算を大胆に削ってしまった、ああいう政策は間違っています。今、全国各地、どこでも激甚化するような災害が頻発です。だからこそ、防災減災、国土強靭化、この政策を打っていかなければなりません。この5年間で15兆円使っての国土強靭化を図ってまいりました。 いよいよ今度は次の5年間です。ここにはプラス5兆円、総額20兆円で国土の強靭が図っていきます。インフラ整備をするということは、そうした防災・減災と同時に、私たちの地域の資産を作っていくことです。ですから、こういうことは国を豊かにすることに通じるので、何も私は建設や土木の業者の方々がお金が儲かるとか、そんなこと言ってるわけじゃありません。 これこそ日本の国の地域を支えていく大事なインフラ整備の仕事ですから、全力でこの予算拡充に向けて取り組んでいくことをお誓いをさせていただきます。結びの話を申し上げます。政治とお金の問題です。自民党の特定派閥の国会議員の中で、いわゆる裏金問題が発生し、このことで国民の皆様から政治に対する信頼を大きく損ねてしまいました。極めて遺憾なことです。 そして私は、その当事者でもありませんし、関係ないといえば関係ないかもしれないけれども、しかし大事なことは国会議員の一人として責任の重さを感じています。そして怒っています。だからといって怒っていれば何か解決するわけじゃないですから。だから、先般政治資金規正法の改正を、これをやりました。とっても厳しい内容になっています。例えば、政治家が国会議員が収支報告書にサイン書きます。そのサインは見たとかじゃありません。 確認したら間違いありません。そして歌詞があれば、場合によっては国会議員辞めますと。そういう仕組みになってんです。当面の間はもう選挙も出させません。そういうことを書き込んでます。第三者機関の設置も作りました。こういうことをしっかりとやりきっていきます。立憲民主党の党首の野田さんが甘い緩いと言ってますが、私違和感を感じます。2009年の年に初めて国会に行った時、野党でした。あの時に鳩山幸夫さん党首総理大臣、 幹事長の小沢一郎さん、政治と金の問題で国会は紛糾しました。何の説明もありませんでした。小沢さんの秘書は逮捕されました。そしてその時に何と言ったか、俺は知らなかった。秘書がやった。会計責任者に任せていた。これって今と同じことじゃないですか。私は時のあの政権の時の中枢幹部で、その後に総理大臣当主になったあの野田さんが今言うような台詞じゃないと思います。反省をするのは 国会議員全員です。だから、今、政治家が、国会議員が入りを正して、真摯な政治姿勢で政治に向き合う、貫く、そして、直面する課題一つ一つに、丁寧に対応し、結果を出し、積み上げていく、その姿を見て、初めて、国民の皆様は、政治は変わった、政治家が変わった、政治家が変われば、こんなに政治が変わるのか、そう思っていただけると思います。私はその政治改革の、 その先頭に立って、やり抜いてまいります。どうか皆様の力強いご支援を、最後の最後までのご支援を、このふるさと、地元、足別の皆様のお力をいただいて、何としても勝たせていただきたいと思います。選挙戦、もう一歩のところまで参りました。あとはもう皆様にお願いするしかございません。どうか皆様のお力をいただいて、一枚目の投票用紙は、この足別から稲津に議席をいただくということで、稲津久々とお書きください。 そして願わくば、多くの方々に、稲津久市の今、お話っしゃいましたことの一端で結構です。広めていただきたいと思います。以上申し上げまして、地元、足別での街頭演説に変えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。